なんかアメリカ大統領選、バイデンが勝利宣言を出しちゃったよね。バイデンは7日の声明で、米国民が私とハリス次期副大統領に信頼を寄せてくれたことを光栄に思うと勝利宣言し、前例のない障害にぶつかり、記録的な数の米国人が投票した。民主主義が米国の中心で深く目くっているということを再び証明したと語ったみたいなんだよ。そしてさらに、選挙戦を終え、怒りや暴言を忘れ、国として団結する時が来た。一緒にやれば、私たちに何もできないことはない、と、米国民に結束を呼びかけたみたい。これって確定なのかな？だって、あらゆるところで様々な不正に関する情報が寄せられてるのに、このままバイデンがアメリカ大統領になるとか、アメリカの未来は大丈夫なの？って思っちゃうよ。今回のアメリカ大統領選で、何の不正もなく、多くの国民が、純粋にバイデンを大統領にするのなら何も口出しはしないんだけど、こうも様々な情報が出てきちゃうと、民主主義の観点から、どう考えても心配になっちゃうんだよね。まあトランプ側も、各州で訴訟を起こしたり、投票用紙に透かしの技術を取り入れていたりと、様々なことをやってるみたいだからね。アメリカ大統領選、今後まだまだ注視していく必要があると思うよ。でもね、一つ気になることがあるんだよね。ちょっと次のツイートを見てみて。菅義偉、ジョー・バイデン氏及びカマラ・ハリス氏に心よりお祝い申し上げます。日米同盟をさらに強固なものとするために、またインド太平洋地域及び世界の平和自由及び繁栄を確保するために共に取り組んでいくことを楽しみにしております。ガースーがバイデンに祝電ツイートを発信しちゃってるんだよ。みんなはこれ、どう思う？ネットでは、社交辞令はわかりますが、時期早々ですよ、と指摘されてるようだし。ゆるパンダも時期早々だと思う。とにかくまだ確定ではないと思うから、アメリカ大統領選の行方を見守ろう。